やはり、世界の中で、日本製品は、優秀だとの評価が高い。今回は、日本の支援で、フィリピン発の地下鉄が誕生か、という記事から。現地紙によると、JICA 国際協力機構が、低金利で、資金の貸し付けを行い、その資金で、フィリピン第3の都市、ダバオに地下鉄が建設される見通しで、今月中にも、JICA のテクニカルチームが、協議のために現地入りするとのこと。ちなみに、長期にわたり、ダバオの市長を務めるロドリゴ・ドゥテルテ氏は、凶悪犯罪がはびこっていたダバオを、20年余りで、東南アジアで最も平和な都市に変貌させるなどし、現地では、カリスマ的、英雄的な存在になっているそうです。カリスマ市長の元急速な発展を遂げるダバオ。その象徴の一つとなる地下鉄の建設の実現に向け前進したことに対して、フィリピンの方々から、喜びの声が多数寄せられていました。海外、日本 UC はアジアで走る日本の中古鉄道車両に外国人感銘。ワオ。日本がダバオの地下鉄のために融資をしてくれるんだって。ありがとう、日本。やったー、フィリピン発の地下鉄ができるぞ。ダバオのドゥテルテ市長は本当に有能。ダバオは日本製の地下鉄を持てる。なのに、首都のマニラにはない。結局、それって、汚職があるかないかの違いだよね。日本製の地下鉄ができるなんてめちゃくちゃ羨ましい。中国製じゃない。日本製ならきっと美しい地下鉄が誕生するね。最高じゃん。日本製の地下鉄車両が来たるぞ。ダバオの市長は優秀だね。フィリピンの大統領になっちゃえばいいのに。嘘つき&汚職をする政治家を日本人は嫌うからね。ダバオの市長は誠実だってことを彼らは知ってるから、おそらくダバオに投資することにしたんだと思う。これ本当？マニラじゃないの？どうして日本がマニラに融資してくれなかったの？私は日本人には汚職に関わってほしくない。こっちでは汚職が当たり前になっちゃってるもの。でもダバオの市長はそういうことをしないでしょ。もういっそのことダバオにせんとしようや。日本製なら嬉しい。間違いなくダバオの利益につながるから。やったー。ほんとすごい。日本にある地下鉄みたいなのが作られるのかな。敬意を表します。ブラボー。海外、日本が先進国なのも納得。東京の鉄道システムにポーランド人感銘。間違いなく安全だろうし、いいなぁ。私もダバオに引っ越したい。やっと、フィリピンに近代的な交通機関が誕生するね。21世紀へようこそ。ダバオ以外にも地下鉄が誕生する可能性はあるのかな。ワオー。施設内は全部日本製で埋め尽くしてほしい。ちなみに私もダバオ在住です。マニラにも日本製の地下鉄を作ってほしいな。正直ダバオに地下鉄を作るのは不可能だと思うが。いいね。だけどまた外国に頼らないといけないのか。フィリピンが独立した国になるといいけどね。フィリピンと日本には暴力的な歴史もあったけど、それでも日本人は本当に優しいね。海外の反応、日本軍の東南アジア侵攻は侵略だったのか、解放だったのか。フィリピン全土に日本製の地下鉄ができたら最高だろうね。ありがとう、希望。私たちは日本という国が大好きです。ワクワクが止まらない男がここにいるぜ。日本人はマニラよりダバオを信用してるってことだね。わあ、素敵。安全で、清潔で、繁栄してる日本で10年間暮らしてたことがあって、今では、あの国が第二の故郷って呼べる場所になってる。日本より効率的な鉄道を持っている国は他にないよ。そんな鉄道が持てるダバオの人たちにおめでとうって言いたい。海外、だって安全な国だもん。外国人が語る日本を離れたくない理由。日本製の地下鉄ができるだって。ダバオもワールドクラスに進化するな。これも汚職をしない政治家が率いてるおかげだ。キャー、嬉しい。ありがとう、ヒボン。イエス。ドゥテルテ。わお。実現したら嬉しいな。本当に嬉しい。東京メトロみたいになるのかな。ええ。日本がダバオを支援してくれたのはこれが初めてじゃないよ。ダバオの総合病院と道路を作ってくれたのも日本なんだ。進撃の若者たちよ。次もドゥテルテに投票しよう。ハイテクノロジーがこの街にどんどん来たるぞ。万歳、日本。これも市長のおかげだね。外国の家族たちがいっぱい助けてくれて嬉しい。中でも、日本は本当によくしてくれてる。海外、日本は、常にアジアの兄貴分、日本の救助隊派遣にフィリピン人感動。大好き。日本が大好き。ダダオの人たちが一番好きな外国は日本。このプロジェクトは本当に成功してほしい。僕らにとってそれは夢の実現なんだ。とても好感を持って受け入れられている。日本の海外進出はアジアに平和をもたらすのか。